はい、に続きですね。6路延々とか中学生の時に2回ぐらいやって、3キロもやって、で、スポーツ選手みたいに、選手として世田谷大会で試合に出たりとかですね。運動の方はそんなにっていうわけじゃないんだけど、ま、すごく大きくやってました。運動もね、登山なんか八ヶ岳なんか登った時、鉄ペグだからね、最初もう下っ端だから、鉄ペグをね、テントに積んで30キロぐらいで辛いんですよ、ちっちゃいのでね、体がちっちゃかったから私はそんなに多くないですからね、もうしょったりってして、登山っていうのはきついですよ、もう泣きながらの山登ったです。それでね、巻き取りが専門でね、巻きもう先輩に、先輩は火つけたりするんだけど、私は巻きを取る、それと水汲みって大変だったんです。そこの場から水がなくてね、多い時10キロぐらい離れてるんですよ、ね、そこまで水汲み行くわけですよ、まあ、幸い僕体力なかったんで、少し先輩がやってくれたんですけど、それでテントに、ね、寝るって言ったって、あれでしょ、台風の時なんかありまして、足が外に出てるんですよ。先輩は真ん中、ね、私はテントから足が出てて、それじゃないと寝れなかったね、足が出てましたからね、テントから足が。そんなことだね、学生時代。それで、成城学園のね、私が行ってた学校をね、公立のね、明星小学校、成城学園駅からね、ちょっと一番近いところに明星小学校ってあるんですね。それが1、2年の時だかな。それから明星小学校にね、北の方にね移されたんですよ。いっぱいになっちゃって、で小学校3年生の時に明星小学校ね、成城のね。それから3、4、5か、5年生まで明星小学校、成城のね、北側ですね、ずっと行くんですけどね。明星小学校いたんだけど、溢れちゃって、人数がね、国のね、学校ね、給食なんかがあったりしましたね。お世話になりましたけどね。で、それで私の方、東大3人も卒業してたんで、東大だけでもダメだと、それ以上勉強しないといけないということでね、規定の勉強をしなかったんです。そしたらね、国立系は全部追い出されてね、国でやってる運営、ちゃんと言われた通り勉強しないとダメですよということでね、追い出されたんですね。で、他のとこ行きなさいって言うけど、私立行ったんです。で、これは6年の時に、小学校6年の時に和光学園ってとこ行ったんですね。これはね、共同にあって、今は現在鶴川ですけど、和光大学があるね、に移って、有名な脳外科石井さんとかね、大野さん、有名な弁護士さん、名弁護士さんねとか、有名な芸能人ね、北村さんとかね、ラッパ吹いてる、ね、というような、
ちょっと著名人で頭のいい天才的な人を集めたんで、そこで小学校6年の時にもう中学校の勉強までするよということでね、特殊学校に入ったんですね。それで、それから私は高校までに和光大学の文学部の勉強を終えて、それから神奈川国科大電科を卒業して、その同時に、優秀な研究室を担当する先生として資格を取って卒業した。大学の先生としてね、優秀な生徒ですよ。で、東大よりも、また東大卒ばっかり卒業してるんで、みんな家のね、おじも東大だし、じいさん2人とも東大卒だからね、説教を受けるわけですよね。それだけじゃ通用しないよと、これからってお前はと。ということでね、学校の勉強はもうもっと上ということね、実際の勉強、ね、しかしないと。で、少しでも間違ったらならないということでね、いたもんですから、国立は追い出されたんですね、国立系とかね。で、まあ実質東大より勉強したんですね。で、卒業してます。ということですね。まあ、有名な成城に住んでる所ジョージと同じ家に私が前に住んでたんですね、そこにね。幼稚園はね、やっぱ日本一大きかったんですけれども、ゆかり幼稚園というのはですね、やっぱり成城学園からちょっと一つ駅、ね、から、あ、こ、あの、ちょっと、あ、あ、あの、一つ、あ、ね、新宿の方の駅に行くんですけど、ね、もっとマンモス幼稚園で、ね、そこも。幼稚園もね、いろいろ特殊な